V-1 ミサイルのパルスジェット構造アニメーションシャッターのない U 字型、パルスジェットの作動原理、パルスジェットは完結燃焼型のジェットエンジンである。単純な構造のため、簡素で効率の良い熱供給源として給湯器などに応用されている。かつてはミサイルや航空機の推進装置として実用化されたこともあった。構造が単純で市販レベルの材料でも製作できる。 ため、ホビーとして、個人で製作するものもいる。一般的な構造では、吸気口の前に、シャッターがあり、吸気後、シャッターが閉じて燃焼ガスを後方から噴射する。吸気口は狭く、燃焼室が広がっており、ノズルが狭くなっているのが必須の構成要素である。この形状には、爆発の衝撃波が燃焼室後部で反射して、吸気を圧縮する作用があり、 これは2ストロークエンジンのチャンバーと同様の原理である。チャンバーの場合は反射した衝撃波は早期ポートを経由してシリンダーまで押し戻される。しかしパルスジェットエンジンの場合、反射した衝撃波が吸気口付近に到達して吸気が圧縮された時点で爆発する。シャッターの役割は爆発時の圧力を前に吹きこぼさず有効に活用することと飛行機などに使用した場合、 シャッターが閉じているときは、シャッター前方で吸気が若干圧縮されることである。このため水力を犠牲にすれば、シャッターなしでも動作は可能である。他にもパルスジェットとして機能する構造、構成はいくつかあり、エンジン全体が、U 字型をしたシャッターのないバルブレスパルスジェットや、吸入、排出口が共通となっているため開口が一つの、ものなどがある。最初のパルスジェットエンジンは、 スウェーデン人のマルティン・ビーベリによって考案されたが、彼の業績の下では、商業的に成功したものはない。1944年のロンドン空襲に、実戦投入された V1 ミサイルは、パルスジェットエンジンを採用していた。第二次世界大戦時、ドイツの V-1 ミサイル、ドイツ空軍の試作機、メッサーシミット百328に使用された。V-1 に採用された。 パルスジェットエンジンは構造が簡単であるため大量生産に適していた。しかしターボジェットエンジンに比べると圧縮率が低いため燃費の割に水力が低い上にシャッターを閉じている間はエンジン自体が非常に大きな空気抵抗源となるため性能が低かった。V-1 は当時のレシプロ機よりも遅い速度しか出せなかったためイギリス空軍のレシプロ戦闘機に容易に 迎撃されている。ターボプロップやターボファンなどのガスタービンエンジンが高音を発するのに、対しパルスジェットエンジンは始動時に連続した破裂音が鳴り、続けてガスタービンよりも低く振動するような独特の音が発生する。静音性に劣るため民間航空機では欠点となるが、 パルスジェットエンジンを搭載した V-1 ミサイルは飛行中にサイレンでも鳴らしているかのように聞こえることから当時のロンドン市民に恐怖感を与えた。日本海軍の特攻機バイカにも使用される予定であった。最近ではエンジンとしてではなく簡素で効率の良い熱供給源として給湯器やフライア機に使用されている。具体的には パルスジェットエンジンの排気を再管に導入して、水や油を温める仕組みである。このような用途では、パルス燃焼器、パルス燃焼バーナー、パルスバーナーなどと呼ばれる。パルスジェットエンジンは、混合器が圧縮されて爆発するため通常の燃焼よりも効率が良い。また、排気に圧力があるので送風機が不要であり、構造自体の簡便性と相まって非常に簡素な構成となる。 同様に、熱効率の良さを利用して、フロンガス等の熱分解にも研究が進められている。燃焼速度が音速を超えて、爆号を形成するものは、パルスデトネーションエンジンと呼ばれ、燃焼過程が、通す型、断熱的であり高効率を達成できるとして、研究が続けられている。ありがとうございます。